Doğru mu? 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが11月16日の木曜日なんですけれども、今回の動画は岡田監督自らが明言した2024年のスケット最新プランについてです。さあ、ちょうど昨日の動画でノイジー選手の残留についてご紹介しましたが、岡田監督はそのノイジー選手に対し来シーズンに向けて注文。で、その他スケット選手の挙手問題についても続々語ったということで、これから一体どんな補強が 考えらられるのかこのかかこ点についいててお話をしていきまますよかったら是非とも最後までご覧いいただけると嬉しでですでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、岡田監督自らが明かした、来シーズンのスケット構想についてです。さあ、今現在のタイガース、5人のスケット選手と契約していますが、それぞれの選手の来シーズンはどうなっていきそうなのか、岡田監督が続々明言したということで、まず見ていきたいのが1人目、三重セ選手です。三重セ選手は今シーズン、60試合に出場して、126打数28安打、打率が2打、 2割2分2ツーベース3本ホームラン5本打点が16四死球合計15個で出塁率が3割0分1厘 OPS が666得点圏打率1割5分6厘という数字、まあ、そんなミエセス選手に関してはもうシーズン中からね来シーズン残留するんじゃないかそういう報道というのもちらほら出ていた で、岡田監督はそんなミエセス選手の来シーズンについて、え、まだ注文とかは出してないわ。わからん。未知数やから。どないしたら打てるのかわからん。あれは未知数やと、このように言及。いや、ほんとミエセス選手、改めて今年1年見てきて感じることですが、もちろんあのパワーというのは魅力的。ただ、それぞれの打席の中で、え、そのカウントでその高さの変化球バット止まるのと、驚かされたことは何度もありました。まあ、僕も一バッター心理として、例えば追い込まれてる時のフォークボール、いや、その高さから落ちたら絶対振っちゃうでしょと、まあ、そういう そういうボールでもピタッとね悠然と見送れるシーンというのが多々あったんですよですが三エセ選手の場合、まあ、その確率があまり高くないというかまだちょっと打席の中で確信をつかめてない感じというのが正直あるのかなとまあ、もちろんどんなすごいバッターでも崩されてしまう時というのはボール玉を振らされてしまうものですからねまあ、その中で三エセ選手はまだ自分のゾーンを確立できてない部分もあるのかなという風に感じますで岡田監督は三エセ選手の年俸に対しては安いかなとそんな別にめちゃくちゃ安いわけじゃないけどこっち獲得するには相当 と安いやろとこのようにも言及まあ、おそらく2年目の契約年俸アップというのは難しいと思いますが元々の年俸がそこまで高くないそして大化けに期待したいまあ、岡田監督の様々な思いがあり2年目契約という流れになるんじゃないかなとまあ、やっぱり三重瀬選手のムードメーカー気質って誰もが得ようとして得れる部分じゃないと思うんですね伊藤、まあ、原選手中心にみんなが寄っていったからこその流れですが本人があの立場にいることを苦に感じてたらあそこまではっちゃけることは難しいんじゃないかなと伊藤、まあ、原選手が日本シリーズもう監査 のりでね MVP 発表時にずっこけた時1人だけ本当に悔しがってるとかもありました、まあ、チームスポーツって雰囲気作りはかなり大事になりますし今の若いタイガースにあのキャラクターというのは本当に合うんじゃないかなとでそこに魅力の一発長打がもっと絡んできたら完璧ですさあ来シーズン2年目ミエセス選手がどういう姿を見せてくれるか注目していきましょうでは続いて2人目昨日残留報道が出ましたノイジー選手についてですノイジーー選手は今シーズン133試合に出場して 475打数114安打、打率が2割4分、2ベース13本、3ベース1本、ホームラン9本、打点が56、四死球合計38個で、出塁率が2割9分5人、OPS が623、得点圏打率2割6分4輪という数字。昨日の動画でもご紹介した通り、ノイジー選手は異例の減法契約という形で、2年目を迎える形になりそう。で、岡田監督はノイジー選手の契約延長について問われると、まあ残留やろ。 あの成績であのお金じゃしんどいでっとは言うとったんや。ほんなら減額で契約合意したんちゃうと、このように言及。で、さらにノイジー選手の2年目に向けて、まあ結構辛抱して使ったからな。はっきり言うて、まあでもロッテのポランコにしても2年目にホームラン王とか、そらリーグも変わったけど、そういう可能性はそらあるよ。それだけパッと来て1年目から打てる野手は少ないっていうことや。ノイジーは今年のスケッドの中では数字 A4 ちゃうの。そらそうやと思うよ。野手にしても、ピッチャーにしても、そんな活躍したんおるだからもう比較論やんか。新しい外国人取るのと、どっちが来年活躍するかなって見たとき、 活躍する選手がいないってことやから、ちょっと物足りひんけど、リリースしたら他の球団に取られるんも、そらしゃくやんか。別に7人8人外国人取ってるんとちゃうし、枠も余裕あるわけやから、それやったら置いといてもええんじゃないかってなるやんかと。このようにコメント。まあですので、このコメントを聞く限り、岡田監督の中でも辛抱はあったと。我々にはわからない契約面のこともあったかもしれません。まあ8月時点でリリース濃厚。まあそういう話もあったぐらいですから。で、それプラス岡田監督はノイジー選手に対し注文出したそうで、オフの間にバッと立ててこいっていう歌は高めのボール。 に手を出す原因やんか。森下は変えたやん。バット寝かしとって日本人は変えれるけど、助っ人やから1年目からなかなか変えられへんよ。そのスタイルでこっちは獲得したわけやから、自分のスタイルでな。でもそれで対応できんかったら来年も契約するんやから、ちょっと変えて来いっていうことやそれは言うたよ。契約するなら寝かさずバット立てて来いって。このようにコメント。まあ、岡田監督も来シーズン。今度は a の使うとみえちゃんが化けて帰ってくるかも。わからんやんかと。とまあ、このようにレフトの起用に関しては、まあ、一旦拍手というね。まあ、コメントも出していますから、その中でノイジー選手が新たな2年目。 進化見せてくれるかここも楽しみにしていきましょうさあでは続いて3人目岡田監督自らこの選手の残留も明言しましたそれがビーズリー投手です ビーズリー投手は今シーズン18試合に登板して、そのうち先発が6試合、防御率が2.20、1勝2敗、41イニングを投げて奪った三振43個、奪三振率が9.44、被打率が2割3分という数字。まあもともとビーズリー投手はリリーフ、まあ、セットアッパー的なところに期待して獲得した新スケットピッチャーですが、シーズン中にチーム事情で先発転向。で、岡田監督自ら、そんなビーズリー投手の残留というところを語ったわけなんですが、記者の方からビーズリーも年俸見直しかと、このように問われた際、どうやろ、ビーズリーはそんな 高くないやんちゃんと先発中継ぎ両方できるからな使い勝手あるよやっぱり日本の野球に溶け込む姿とか出るのがええ俺はなもう俺は助っ人やから好きなようにするみたいなそういうのはやっぱりあかん チームに溶け込まんと言うかなと、このように言及。いやー、ほんとこれ岡田監督のコメント通りだと思いますよ。まあ、確かにビーズリー投手の今シーズンの年俸、1億1200万円。まあ、決して低くはありません。ですが、やっぱりチーム事情でのね、先発転向でしたし、日本シリーズでのロングリリーフ見ても、で、それぞれの登板の気合の入りを見ても、どの選手ももちろんそうですが、特に一試合一試合にかけてるというか、もう絶対チームに貢献するんだ。そういう強い思いというのがにじみ出てる選手。で、岡田監督がそれはあかんと言及した部分、まあ、ちょっと 名前を出して申し訳ないですが、ま直近の例で言うと、やはりブライアンケラー投手のことかなと推測できますよね。まあ、この2人はシーズン頭からタイガースに加入したしんすけとで、実は2人ともキャンプの段階、投げ込みの数はそこまで多くなかったんです。ですが、一度岡田監督がぼやいたタイミングでビーズリー。投手は投げ込みを多く取り入れたで、そこからどんどん良くなってるとまあ。当時、岡田監督もこのように評価していたんです。まあ、やっぱり岡田監督はこういった姿勢というのも見てますね。で、それは三重選手にも通ずる部分なんじゃないかなと。とで、ビーズリー。投手は日本を離れる際。 最高の形で終えることができてよかったできる限りチームの勝利に貢献できるように頑張ったけれども十分ではなかったタイガースのファンは本当によくチームをサポートしてくれるし選手ファンが一つのグループになって一体感のある最高なチームまたプレーする機会があればもっとチームの勝利に貢献したい誰よりも多くのイニング試合を投げたい このチームが好きだし、最高のチームメイト、最高のファンと一緒に戦いたいと。いや、ちょっと読んでるだけでね、うるっと来ちゃうような熱い思い見せてくれてますけれども、まあ、ほんとビーズリー投手、来シーズン2年目に向けてやる気満々、まあ、あ岡田監督と本人の思いががっちりハマった2年目になりそうです。さあ、ということでこのように、岡田監督自ら3選手の残留について明言しましたが、今後気になってくるのは新たな補強ですよね。まあ、あこれまでの情報をいろいろまとめていくと、やはりカイル・ケラー投手とブルワー投手は対談見込み、で、特にブルワー 投手に関しては岡田監督自らも股関節が良くないと、まあ、その中で一部報道では術後の経過そしてこれからご紹介するシンスケット選手の調査動向次第で再獲得もあるかもしれないという流れ、まあ、ここは引き続き流動的になりそうですが基本戦はまず、まあ、2人は対談という形になるということで、まあ、僕の動画のコメント欄でも2人が対談になりそうなのは寂しいとで特にカイルケラー投手に関しては我々タイガースファンからしてもねちょっとお別れを言えないというか、まあ、なかなか本人のコメントというのも一切出てきていない状況 なんで、そのの分寂ししさといいいうううも出てきてきまいますがが今後2人がどどうう流れをたるかこここは引き続き続注視したい部分でこのように、ケラー投手とブルワー投手が対談という流れになれば、最大5枠のスケット想を持ってる岡田監督、現時点で2つの空きが生じることになります。で、そのことについては岡田監督は、まだもうちょっと取るよ。今3人か。ミエセスとノイジーとビーズリーと、一応5人までは行こうかってなってるけど、まだそこまでは行ってない。ピッチャーよピッチャー。A のは向こうの40人に入るから、使えんもん取ってもしょうがないから、1回も投げへんやつもおったけどな。あんなんやった いらん5人登録できて支配下はあるでも何も戦力ならんかったら4人でもええし別に5人取る必要ないやんかいけるんやったら5人無理して5人にする必要ないやんかとこのように言及まあ、ですのでここはもう岡田監督一貫してますね 新たなスケット選手の補強に関しては無理には取りに行かない。ただ個人的に思うことは来シーズンに向けてやはり少なくとも一人は右のパワー系ピッチャーはできれば欲しいかなとそのように感じます。まあというのも今シーズンのタイガース30試合以上投げたピッチャーが7人いるんですがそのうち左ピッチャーが4人で右ピッチャーが3人で右ピッチャーの順番見ていくとカズ投手が51試合石井投手が44試合でハマチ投手が30試合と、まあ、特にハマチ投手に関してはまあシーズン最後まあコンディション不良というのも 明らかになりましたから来シーズン元気に頭から100%いけるかと言われると、まあ、現時点ではちょっと不透明でさらに27試合投板したケラー投手も対談が決定的ですから、まあ、湯浅投手の復活が見込めるとしても、まあ、できれば右ピッチャーの補強は狙っていきたいところ、まあ、サワンリリーバーがここまで揃ってる球団というのも逆に珍しいですからね、まあ、だからこそ時間をかけて焦らず調査できるポイントになってるかなという風にも感じますでもシーズン完全オフに入りちょくちょく日本行きが噂される選手の名前というのも出てきていますまた今後おもしかし。 たらこの選手タイガースにマッチするかもしれないなと個人的に感じる選手がいましたらまた別途ご紹介できればと思っておりますんでよかったらそちらもぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいですということで最後になりますが岡田監督は FA 選手の動向他球団の補強は気になるかと記者の方に問われると全然してないもう全然知らんわ FA なんか眼中にないよ FA とかトレードとかうちはうちでやるんよそんなアホみたいや外の戦力見るのとこのように言及ここももう岡田監督は貫きますよそはよそタイガースはタイガースと。まあ

に論も展開しましまた。本当も、この部分も岡田監督一貫してますね。もちろんシーズン戦う中で、スケット選手の力というのは、どこかのタイミングで必要になってくる。ただもう今のタイガースは、とにかく生え抜き中心のチームを作るんだと。で、その形で勝てたらもう最高やんかと。まあ、岡田監督はそういった理想というのを持っている。ですのでもう今後の補強に関しては、動くならスケット選手のみ。で、そのスケット補強というのも、岡田監督の中で絶対条件ではない。どんどん頑張った選手に関係してほしい。まあ、これは岡田監督の思いでもあります。まあ、これからどん どんどん契約更改進んでいくと思いますが本当にこれまで見られなかった光景というのが見れるかもしれませんからねファンとしてはこの点も楽しみにタイガースのオフを見ていきましょうはいということで今回の動画では岡田監督自らが明言した来シーズンの助っ人プランについてそして今後考えられる助っ人補強この点についてお話をさせていただきました、まあ、岡田監督が明言した通り動くなら助っ人ピッチャーの補強、まあ、ここは右ピッチャーに絞られそうですけれども一体どんな選手がピックアップされそうなのかここも注目していきましょう 皆さんは岡田監督が明言した来シーズンの助っ人プランについてどう考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万700人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日 たらほー、ありがとうございました。これから動くのはダブルでのスケットピッチャーの補強。一体どんな選手がピックアップされるか注目していきましょう。ではまた。